吉田拓郎の、あのレコードの B 面の曲シリーズ、シリーズかどうかわかんないですけども、ね、流れるっていう曲ねがあるんですけど、これあの隣の町のお嬢さんっていうレコードのね B 面に入ってる曲なんですよね。隣の町のお嬢さんっていうのは割と明るい曲で、B 面をかけるとガラッと雰囲気が変わるって感じの、レコードですけども、ね、隣の町のお嬢さんっていうのはこういう、隣の町のお嬢さんが僕の国へやってきた。都会の香り振りまいて夢を見させてくれたんだ。こういう、歌なんですけど、この曲も多分ね、あのこういう感じでこう進行していく曲って多分あのギターを本当に弾き始めた人ってね、多分すごく難しく感じると思います。あのコードがねパッ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 と移り変わっていくんでね、こう変わっていくんでね、本当の初心者の人は多分こうやって弾くんでも多分難しく感じるかなっていう、まあそれどうでもいいんですけども、この流れるっていくね、流れるっていう曲がね、こういう今は黙って風の音を聞け、この葉の舞う季節を知れ、思い出すな荒野の朝を包み隠してしまえ、静けさの中に。こういうね、こういう曲で、まあ多分これぐらいが原曲キーじゃないかと思う。カップなしの G がね、ここはね、またこの C のマイナーが入るというね、吉田拓郎このマイナーをよく使うよね。サブドミナントマイナーっていうんですけどね、これね、この G のこのキーでいうと、G があってこの C があって D があるね。でこれをトニックとサブドミナントとドミナントっていうんですね。この3コードってですね、まあまああのこれぐらいの呼び名は多分覚えておいてもいいかもしれないですよね。まあ覚えなくてもいいですけどね。でこのサブドミナントのこの C の、G とこう C でね、こうマイナーサブドミナントマイナーってですね、でまあ C のキーだと CFG なんでね、 C がトニックで G がドミナントでね、でこの F っていうのがサブドミナントになるんですね。でこれもこういう感じのね、こういう流れの、これ吉田拓郎は割とあの多用しますよね。でこれね、まあ、G でこういうふうにこう
弾いていけなくないんだけど、もうすごく低いよね、なんかね、なんで低すぎるっていうか、ね、なんで G で低すぎるって感じたらね、 C で弾いていたいんですよね。でもちょっとこれカポつけないとなんとなく弾きにくいんで、カポつけますけども、カポ2ぐらいで、でこれを C で弾いていくと、この辺で弾いていけるんで、やりやすい。なんで、僕はこういう時は C で、さっき C マイナーだったとこが F のマイナーになるね。で、まあ、C でコードを入れていくと、C から D マイナーですね、で E で A マイナーで、ここで F のマイナー、返して、でここで E、 E だけど、押さえてるのはこことこう。で Am で G。C、また E で Am で、次 D のね、 D でもいいんだけどね、 D でもいいんだけど、これセブンスにしたいっていう、でセブンスにするとこっちに持ってくるとここが届かない、やりにくいんで、この音をこっちに持ってくるね、でこういう押さえでね、で、まあ、G こう来てこう来てるから、こうのがやりやすいからこういってるんですけど、別に、こうやってもいいですね。こんな感じの曲で、ね、最後の方がね、今は黙って風の音を聞け、今は
さで今はただ静けさを愛せばよい、こういうここが、まあ、最後ね大田の終わりというか、これをだから弾こうと思うと、ここに来たらもうこういうここ3つ押さえて、こんな感じですね。イントロがね、歌い出しのメロディーと同じコード進行で、すごく眠くてなんか頭ぼーっとしてるんですけども、吉田拓郎の流れるっていう流れるですかね、流れる、まあどっちかよくわかんないですけど、というタイトルのね、曲で、まあこれもまあ古い曲ですよね。ということで、寝ますって感じですけど。